第3回一帯一路国際協力サミットフォーラムの開催を前に、中央広波電子総台と一帯一路沿線諸国メディアとの新たな協力関係発足式が9日に北京で開催されました。式典では中央宣伝部副部長でもある CMG の新海雄大長が挨拶し、質の高い共同建設推進を目指す一帯一路は世界に恩恵をもたらす重要な国際協力の場となり、世界の公共財だと示しました。その上で CMG は国営放送局としてメディアの責任を積極的に果たし、一帯一路イニシアチブ共同建設への参画者として151カ国の682メディアとニュース配信協定を結んでいるとしました。一帯一路イニシアチブは打ち出されて今年で10周年を迎えます。中華文化と世界文化の交流と融合を促進するため、 CMG は国際版の大型特別番組として人類文明の新形態、中国式現代化やシルクロード共鳴など一帯一路共同建設国家に関する多言語番組30本帳をパッケージ化、10月から順次一帯一路共同建設に参加する52カ国のテレビ局やニューメディアプラットフォームで放送配信予定となっています。